このチャンネルではアナログ関連の動画を多く掲載していますが、今回はデジタル介護です。実はね、私デジタルの方が得意なんですけれども、で、デジタル介護、論理介護、ロジック介護、まあいろんな言い方がありますけれども、今回は誰でも簡単にロジック介護の特に組み合わせ回路が設計できてしまうという設計手法を紹介します。ロジック回路の組み合わせ回路を設計する場合、ブール代数式とかカルノー図とかを使って設計する方法が有名です。教科書や参考書でもそのあたりの解説が主だったりするんじゃないでしょうかね。ブール代数式を使ってロジック回路を設計する場合、手順としては心理値表から積和論理式を作って、ブール代数式で論理圧縮をします。でも、ブール代数式でロジック回路を設計するとなると、ある程度の数学的な力が必要となるので、心理値表をカルノー図というものに置き換えて論理圧縮を行うわけですね。ところが、このカルノー図も入力信号の本数が多い回路となると、図の面積が大きくなってしまうので、結構ややこしいことになります。そこで登場するのが、ブール代数式なんか知らなくても、カルノー図なんか使わなくても、数学のセンスがない人でも、ロジック回路が設計できてしまうという、このクワイム・マクラスキー法です。なんか強そうでしょ？宇宙戦艦になんか搭載されてそうな名前ですけれども、多分、アイルランド人の血が入っていると思います。これがね、もう脳みそいかない。手間暇だけ。本当にね、パズルみたいに楽しくデジタル回路設計ができてしまうという優れものです。では、実際にこのクワイマクラスキー法を使って、組み合わせロジック回路を設計してみましょう。クワイマクラスキー法を使ったロジック回路の設計手順はこのようになっています。仕様をもとに心理値表を作る。心理値表から積和論理表を作る。積和論理表を論理圧縮する。この論理圧縮にクワイマクラスキー法を用います。圧縮結果をもとに論理式を書く。論理圧縮によって作成された論理式をロジック回路に変換する。多くの参考書ではこれでデジタル回路設計完了としています。でも実はこの先に手順6が存在します。それについてはこの後のお楽しみとしましょう。では、設計を始めましょう。今回、例題として設計するデジタル回路は、A の信号が0の4ビット信号は、二進数で4の時だけ範囲を出力。A の信号が1の4ビット信号は、二進数で13の時だけ範囲を出力しないという回路です。この仕様を心理値表で表すとこのようになります。心理値表ができたら、次に積和論理表を作ります。どうやって作るかというと、心理値表の出力 Y が1の部分だけ抜き出すんですね。そして、1を入力端子名、0を入力端子名バーに置き換えます。たったそれだけで積和論理表が完成です。実は、この積和論理表をもとに積和論理式を作って回路図に落とし込むと、この回路で心理値表の動作をしてしまいます。つまり、この回路で十分仕様を満たしちゃってるんですね。でも、これで製品化してしまうとあまりにもゲート数、つまり部品数が多くて、回路の規模が大きくなってしまうし、お金がもったいないわけです。もっと少ないゲート数で、この心理指標の動作をさせることができるので、それで、次の工程、論理の圧縮という作業をするわけですね。いよいよ、クワイム・マクラスキー法の登場です。今回の動画のメインイベントですね。このクワイン・マクラスキー法には3つの工程があります。工程1、圧縮表を作り、論理圧縮をする。縮を探すと思います。工程2、縮構図を作り、不要な縮を除く。工程3、最低限の縮をもとに論理式を組み立てる。では、クワイン・マクラスキー法の工程1、圧縮表を作りましょう。手順2で作った積和論理表を、そのまま最小項と呼ばれるリストに利用します。そして、第一圧縮という欄を作りましょう。最小項4桁のうち3桁が一致しているものを上から順に探していきます。はい、こんな風にやっていきます。
これで4桁の最小項のうち一致している3桁の組み合わせは全部出揃いました。続いて第2圧縮をします。第2圧縮という欄を作り、最小項3桁のうち同じ端子名の並びでバーの位置が違うものを上から順番に探していきます。そして同じ端子名3桁のうち2桁が一致している部分を第2圧縮の欄に並べていきます。そして、同じ要領で第3圧縮、第4圧縮と、組み合わせが出尽くすまで繰り返します。今回のこの例題の場合は第2圧縮で組み合わせが出尽くしてしまいました。まあね、入力端子の本数が4本しかないという、回路の規模が小さいものなので、まあこれで終わってしまったわけですけど、このようにしてこし取った組み合わせを主項と言います。この例題の主項はB、C バー、D バー、A、B バー、A、C、A、D バーの4つということになりました。この4つの主項を主項図という表を使ってさらに絞り込んでいきます。主項図の作り方は、まあ見ての通りです。こんな感じの表です。表の横軸に最小項を並べて、縦軸に主項を並べましょう。この主項図ができたら、次に主項が含まれる最小項のマスに、丸を書いていきます。こんな感じで書いていきます。主項の B、C バー、D バーが含まれる最小項に丸をつけていきます。最小項の A バー、B、C バー、D バーに B、C バー、D バーが含まれていますよね。そして A、B、C バー、D バーにも B、C バー、D バーが含まれていますので、この2つの最小項に丸をつけます。同様に主項の AB バーが含まれている最小項のマスにも丸をつけていきます。 AB バーが含まれる最小項は4つありますよね。同じ要領で主項 AC と AD バーの列にも丸をつけていきましょう。丸が書けたら丸が1個だけの最小項を探します。そして、丸が1個だけの最小項を含む主項を抜き出します。この例題ですと主項が4つから3つに絞られますよね。抜き出した3つの主項をプラスでつなげます。そうするとこんな論理式が出来上がります。この論理式で回路図を書くとこうなります。この回路が論理圧縮をした結果となるわけです。圧縮前の回路と比較するとね、もう一目瞭然ですよね。もうゲート数が激減しています。圧縮前と圧縮後、もうこれどちらも同じ動作をする回路なんですね。ね、こうしてみると論理圧縮ってすごいですよね。この動画の初めの方でも言った通り、これで設計完了というわけではありません。まあ確かに論理圧縮としてはここまでなんですけれども、でも、デジタル回路設計としては実はまだこの先があります。もし、この回路で IC を作るとなると、トランジスタを34個並べなければなりません。各論理ゲートの中にはこんな感じの回路なので、この回路の場合、トランジスタが34個となります。でも、この 3OR をフロンリ記号に書き換えるとどうなるでしょうか？ね。3OR も 3&も 2&も全部難度に書き換えられるということに、気づくと思います。そうすると、回路全体のトランジスタ数を8個も減らすことができます。集積回路の場合、トランジスタ数が減ればチップサイズが小さくなり、1枚のウェハーから取れるチップの数が増えて、結果値段が安くなるわけですね。ぶどまりも上がります。では、この回路を標準ロジック IC を使ってプリント基板で組むとなると、どうなるでしょうか。7404が1個、7408が1個、7411が1個、74シリーズの場合、3OR が存在しないですよね。まあ確か存在しなかったと思いますので、3NOR の、7427で代用して7427が1個、合計4個の IC が必要となります。でもこの3個のインバーターをこんな風に難度に置き換えると74101個、74111個、
つまり2個の IC で作ることができるようになるわけです。今回は QM 法、ね、クワイン・マクラスキー法による論理圧縮と組み合わせロジック回路の設計について紹介しました。設計の現場ではブール対数式やカルノー図も使いますけれども、まあ、クワイン・マクラスキー法を使った論理圧縮の方が出番が多かったりします。設計する回路の入力信号が多くなると、クワイン・マクラスキー法を使うことになります。実はですね、人間がクワイン・マクラスキー法を使うということよりも、コンピューターが使ってるんですね、この方法を。私も昔は、ね、バックス VMS フォートランで作った自作のクワイン・マクラスキー法プログラムを使っていました。まあ、そうすると、もうカルノーズの出番はないわけです。その後、EDA フレームワークの中に論理合成ソフトウェアが組み込まれるようになったので、もう人間が論理圧縮をすることすらなくなりました。最後に、論理圧縮による回路と、IC 設計用に論理変換した回路と、74シリーズ用に書き換えた回路が正しく動作することを、フリーの、ロジックシミュレーターですけれども、アタヌアというね、ロジックシミュレーターで確認してみましょう。三つとも、例題の使用通り、心理使用の通りの動作をしています。今回の動画、ね、難しい話抜きでデジタル回路を設計する方法を紹介しましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、こんな動作の回路が欲しいなぁなんてね、入力信号のパターンと欲しい出力があれば、このクワイン・マクラスキー法で簡単に回路を設計することができます。じゃあフリップフロップを使ったデジタル回路はどうやって設計するのっていうね、そんな方はこちらの動画、フリップフロップを使ったデジタル回路の設計について紹介している動画も用意してありますので、どうぞそちらも参考にしてみてください。今回もご覧くださりありがとうございました。